ライフハック。運動の秋。今日は運動会の障害物競争を勝ち抜くために役に立つ自衛隊メソッドをご紹介します。例えばこのくらいの段ボールや穴をくぐる障害物競争、私たちの呼ぶ第三歩伏が役に立ちます。歩伏前進は全部で5段階、姿勢が高く移動スピードが速いのが第一、あとは段階的に姿勢が低くなりスピードも遅くなります。第三歩伏は腰を落とし、片手の肘を支点に体を支え前に進んでいきます。上体を下げすぎないことでスピードを担保します。